チャオ、あっちゃんです。今日9月の5日、月曜日、今日はお買い物行ってきてね、帰ってきてレンタル DVD 見ようかなと思ったら、借りたやつと違うのが入ってた。なんか5本借りて、5本中4本あってんだけど、1本だけ、スヌーピー借りたのに、ドラえもんのステンバイミーかが入ってて、で、まあいいやと思って見てないし、この後見ようかなと思ったけど、その前にね、スライムちゃん先作りたいと思います。見ながら作ろうかな思ったけど、見たら、集中してみたいから、集中してみたいから先にね、スライムちゃんを作ってしまって、でその後ゆっくり見たいと思います。はい、では作っていきたいと思います。見て集中もやねんけどもね、見て集中してみたいのもあんねんけどもね、だいたいまたね、ああいう映画見てたらね、音楽がね、著作権で引っかかるんよ。で、著作権に引っかかっても別に、何って音がめはないねんけど、著作権に引っかかることで、日本で、再生ができひんとかいう制限が入ったりすんのね。だから前回もレストラン、串屋物語で入った音楽が2曲か3曲、日本で再生できない著作権に引っかかるっていうのがあって、で外国とかで見れたり、外国のサーバー投資で見てる、回ってる人とかは見れたりしてるから、見れるっていう人も見れへんっていう人もおったね。だから、今回ちょっとね、それも気をつけて、あれしたいと思います。映画を見るのをちょっと控えて、スライムちゃんを先作りたいと思います。はい、このバカ面スライムはこのバカ面が可愛いよね。さっきね、ヒカルがね、カービィ作ってたんよ。でカービィ作ってて、ヒカルくんが立体パズルのカービィを作った。またね、今度ね、ヒカルが立体カービィ作った動画撮ってあるからあげますね。水色しか、青の透明は光って見にくい。かわいい。で、ちょっとちょっぽん、これいらんのかも、あまりね。これで3個のちょっぽん。これがこうで、こうで3個、はい、でこれやね。はい。で、あと1個のやつは3段。スライムの先っちょ。先っちょに1個のやつ。よいしょ、完成しました。はい、
スライムちゃんの完成です。かわいい、めっちゃかわいいな、このバカ面。スライムあっちゃん、スライム大好きやからね。一撃でやられる雑魚キャラのくせにね、なんかすごい存在感が、存在感はないか。憎めへんねんね。で、余ったタイルを集めて、だんだんね、粉が増えてくるね。増えてきたらなんかまた作ったよね。はい、ということで、スライムちゃん完成しました。ということで、またこれコレクションに加えたいと思います。なかなかね、ピサのシャトーが見つからへんからね、早くちょっと探したいと思います。ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ではまたね、バイバーイ。バイバーイ。